あなたと一緒に天禄貿易に行ったりしたら、あらぬ批判を招く恐れがあるからな。天禄貿易？戻る予定はないけど。ん？状況は刻一刻と変化しているのだから、策があるのなら今すぐ戻るものだと思ったが。いくら切迫してるからって今は休暇中だよ。まだまだ遊び足りないから戻りたくないかな。ふふん、逃がさないよおまんとうちゃん。そうか、実に残念だよ。社長としての長年の仮面生活に慣れてしまったせいで、おまんとうちゃんの前でも仮面をつけたままだったみたいだ。かぶり続けてしまうと仮面が顔に生えてしまう。名のある文豪が言った通りなのかもしれないな。我が輩はもう仮面を外したくても外せないのかもしれない。うん。何しろ天禄貿易の存亡に関わる話だからね。そう簡単に目をそらすこともできない。平気なふりとかそういうのは全部演技だったんだよ。もしここで負けたら、大手企業のお偉い老人どもはもう二度と立ち上がる好機を与えてなどくれないだろう。我が輩の願いも天禄貿易の皆の願いも涙となって流れ消えてしまう。だからせめて何も起きていない今を全力で楽しみたいんだ。親友のそばでやりたいことをやって悩みをしばらく忘れたいんだよ。だから付き合ってはくれないか。まだ今一つ響いていないようだな。よかろう、半日くらいなら付き合ってやろう。え、いいの？私もこの辺にはずっと来ていなかったからな。姿勢の雰囲気は懐かしい。それにたまになら私も休暇を取るのも悪くない。あはっ、やったね。今の言葉どこかおかしかったか？おまんとうちゃんもこういうのが分かってきたんだなって。やはり余計な心配だったか。まあまあ、細かいことは気にせず、今は四方院や天禄貿易のことは忘れて、ただのおまんとうちゃんと六両として休暇を満喫しようじゃないか。で、どうしてまたリーガンに？ええ、よく歩くことは先生の健康にもいいはずですよ。毎日お散歩に出かけるのはいかがでしょう。何度見ても飽きない場所だよ。そうだな、リーガンの建設は運河の変後、復興の要として行われた一大事業だった。私もあの頃は地方院のメンバーたちと毎日ここに来たものだ。ちょっとちょっと、観光ガイドは頼んでないよ。そんなことよりだ、今から我が輩の活躍を見せるから、しっかり目に焼き付けるんだよ。
まだだろうか。そろそろ発車時刻なんだが。いやー、待たせたね。すまない、友達との口喧嘩になってしまって遅れたよ。大丈夫、我が輩が約束を破るわけがないだろう。ったく、勘弁してくれ。まあ間に合ってよかったよ。こっちのブツは用意できてる。そっちはちゃんと持ってきたんだろうな。もちろんだとも。これは何の取引だ。怪しいものなら立場上見逃すわけにはいかないぞ。何を勘違いしてるんだい。このお兄さんに食べ物を用意しただけだよ。うんうん、この香りやっぱりたまらないね。今回の荷物は南島行きでね、到着し次第荷下ろしから配送の一部を僕がしなきゃいけないんだ。つまり出発したらしばらく大好きな店の料理が食べられない。だから最後にと思ってね。待ちたまえ。ブツブツ交換だと約束したろ。こうして君の求める料理を用意したわけだから、こっちの欲しいブツをもらわないと困っちゃうな。ああ、悪い悪い、これだよ。これだけかい。はあ、これだけだって。この石が今市場でどれだけ高価か分かっていってるのか。ソーファンじゃそんなに珍しいものじゃないかもしれないが、最近物流が滞っているそうで、いい神社全然手に入らないほどなんだぞ。まあいい、これでも絵一枚になら使えるはずだ。ずっとここを歩き回っていたのはこの商売をするためだったと。道理で持ち帰り用の料理を注文していたわけだ。そしてその料理を粛清石と交換した。鉱山大手会社が物流を遮断し、総販で産出される数種類の鉱石が値上がりしたと聞いていたが。上がったって程度の話じゃないよ。この鉱石はもう全然手に入らないくらいだ。通常のルートで購入するなら買えるかどうかはともかく、法外な価格を請求されることは間違いない。でも商売の本質は物々交換であり、価格の本質は需要と供給にある。棚に並んだ商品の値段だけでは商品の値段は決まらないのさ。我々にとってこの鉱石は高い価値がある。しかしあのお兄さんにとってはそうじゃなかった。一方あの料理を我が輩たちは簡単に手に入れられたが、彼には手の届きそうにない宝物だった。だから交渉は成立したんだ。こうやってお互いが望むものを交換し合う、それが商売なんだ。そうだな、六両はそうやって財産を築いてきたんだったな。しかしその蓄積石をどうするつもりなのだ。ふふん、これはまだ魔法のショーの第一幕さ。タオ親方、どれくらいいたんだい。 4,5 年かな。数えていないけどそんなもんだ。
下積み時代は時間が経つのが早かったからね。ピカーラ風に俺を呼ぶならターじゃなくてタクになる。わかったよ、ター親方。それでピカーラで過ごした日々を恋しく思うことはないかい？帰りたいとか考えたことがあるんじゃないか？もう何年も帰ってないんだ。誰も俺を覚えていないだろう。俺もそうだから怖い子なんだろうが。ああ、先に言っておくが、俺の機嫌を取っても無駄だぞ。注文された作業順は動かさない。緊急対応はできたりしないのかい？割増料金なら払うからさ。ダメだ。いくら積まれてもここだけは譲れない。じゃあこれを差し上げると言ったらどうだい？今回だけだからな。田親方も若い頃を過ごした場所を懐かしく思っていたみたいだね。あんたの注文を優先的に処理するよ。量は多くないが1時間はかかるだろうな。後で完成品を受け取りに来てくれ。じゃ頼んだよ。ってことでおまんとうちゃん、とりあえず外に出よう。どうしたんだい？ああ。おまんとうちゃんは元から口数が多い方じゃなかったけど、なんだか今日はやけに静かじゃないかい？いつもならお説教でもされているところなんだが、とはいえこうして会うのも数年ぶり。し別れて3日なれば刮目して会いたいすべしとも言うし、昔より寡黙になったのかもしれない。いやそんなことはないか。やはり受け取ったばかりの贈り物を他人に譲るのはあまり褒められたことではないと思うのだが。ああ、もしかして怒っちゃった？そっか、そうだよね、怒るよね。確かに怒っても仕方ないよね。そういうわけではなく、気に入らなかったのなら直接言ってほしかった。気に入らなかったなんてことはないよ。もらったものはとっても好きなものだったし、本当にいいものだった。それに適当に言った願いを覚えていてくれてとても驚いた。適当に言っていたのか。あ、でも今はそういう話がしたいんじゃないんだ。田親方の顔見ただろ？鉄のような堅物の男があんないい笑顔を見せるなんてな。そうだな、故郷を思わない旅人はいない、そういうことだろう。うん、だからお堅い親方もワインを目にした驚きと喜びで例外的に我が輩たちを助けてくれたんだ。
必要な人に必要なものを届けて、そうやって人と人をつなぐ。商売の世界はシビアなものだと思われがちだけど、こうして人情をつなぐことがあるんだ。これも魔法みたいだろ。なるほど、私は誤解していたようだ。すまない。いやいや、おまんとうちゃんの気持ちもわかるよ。よくわかってる。花を借りて仏に備えるなんて言われたら、返す言葉もなくなってしまうところだよ。でもおまんとうちゃんがこんなことで拗ねてたなんて、ちょっと意外だったよ。少しだけ嬉しかったかもしれない。そろそろ時間だ。田親方を待たせるわけにはいかない。工房に戻ろう。